じゃあ3人で順番に呼ぼう。え、私もやるの？オイラが最初な。コハン、ショー。何も反応がないみたい。もう一度だ。ショー。おい、まさか来ないんじゃないか。つまり呼んだら駆けつけるって、すごい人があなたたちに約束してくれたの？で、オイラたちとじゃなくて、こいつとだけ約束したのかも。なるほどね。じゃあ旅人が試してみようよ。パイモンたら勘違いしちゃって。る、残念。なんだ。うわぁ、本当に来た。我の名を呼んだだろ。どうし、約束したことを我は必ず守る。あっという間に駆けつけるなんて、さすが仙人。え、仙人なの？ショーって呼んでいいのかな。こんにちは。私が旅人にあなたを呼ぶようお願いしたの。私はシャンリン、料理人です。今年の料理王決定戦の決勝に進出したから、それに向けて料理をいろんなお客さんに試食してもらってて。客？我がか？はい。あなたは薄味が好きだって旅人から聞きました。薄味が好きな人に新しい料理を食べてもらって意見を聞きたいんです。お前の願いであるならよかろう。やったー。はん。どうだ、食べられるか。無理するなよ。ふん、なかなかに微妙だ。お前のその手際良さは、ある料理人を彷彿させる。お前はそいつと同じで、心を満たすいい料理を作る。二人とも悪くない腕だ。おい、ショウが言ってる料理人って、現象のことじゃないか？強いて言うならば、この二つの副菜は、我にとって味が少々濃かった。少し手を加えれば、より良くなるだろう。我の所感だ。深く気にすることはない。参考にするか否かはお前が決めろ。うんうん、副菜の味薄めっと。メモしたよ。仙人さん、ありがとうございました。会えて嬉しかったです。ならば我は去るとしよう。またいずれ。本当に来るとはな。今もう一回呼んだら来てくれるかな。冗談だって。